えーとエンリケさんの問題について、えー、答えてください、僕、えーえー、エンリケさんはね、なんかまあいろいろ、この間、僕が出してたみたいですけど、結局のところを、えー、旦那さんと一緒に二人三脚で頑張っていくってことになったみたいです、<laughs> はい、まあ、これはもう男女の問題ですそれこそ、ね、だ、それこそ男女の問題だし、夫婦の話なんで、まあ、僕はあえて言及しないし、まあ、そんなに関与す、何かしらもう関与するつもりはないんですけど、まあ、 けえー、と結論は、ね、一つだと思っていて、えー、とまあその騙されたとているされている人たちのお金をちゃんと返すか返、返さないか、返しきれないか、どっちかだと思うんですよ、返しきれればこの問題収束するし、一番,優先一番救済しないといけないのは被害者なのであ、よかったねってなると思うんですけど、返さなかったら返さなかったで、えーまあえー、もうインフルエンサーとして活動していくっていうのはもう無理なんじゃないかなと思うんです、まあ、今の現時点で結論が出たわけじゃないです。これから えなんか、えー、地方の飲食店回ったり回って、えー、ゲストで出たりとか,なんか色々、まあ、本人なりに努力するらしいんで、えー、そこはもう見守りたいなと思うんですけど、まあ、前も言ったようにエンリケさん,ケさん自体はね、えー、これもう何度も言っててちょっとかわいそうになっちゃうんですけど経営能力経営者としての素質はないんでその旦那の、えーまあ、豚さんがいかにサポートできるかなんじゃないですか、えー、そ,このその旦那の豚さんと1回いろいろあったんですけどそこに対してエンリケさんももう,1回もう1回信じるともう1回コミットすると。 もうかけるってことで、えー、もう一回戻ったと思うんで、えー、その決断はエンリクさん自身の責任だし、はいえー、これからの結果に結果未来がすべ、えー、てなんじゃないかなと思います、はい、エンリキさんの話申し訳ないんですが旦那の豚さんは界隈ではちょっとダークな人って話がありましたが。 えー、は話はありましたか、大さはとてもハンサムで、声もいいです、ありがとうございます <laughs>、まあ、ダークな人っていうか、結局なんかやっぱり、あのーまあ、これって、えー、人間の評判ってすごい難しくて、えー、ある界隈、えー、ある界わの人から聞くと、やばい人だよ、関わらない方がいいよっていう人もいれば、違う界隈から聞くと、すごい立派な人だよっていう。 いろんな意見があったりとか、まあ、どこから情報を得るかによって、すごい変わってくると思うんですよね。これはごめんなさい、ぶタさんのことじゃないですよ、あの一般論として、まあ、誰のことでもそうなんですけど、いい話、悪い話って、表に出てる人がいるんですよ、すごいいい人だ、素晴らしい人だって、満場一で言われる人は僕は見たことないです。どこかから聞くかによって全然ね あのー、話が評価が違ったりするってことはざらにあります、まあ、というのもやっぱ表に出てる以上っていうのは名前目立つわけじゃないですかでやっぱ表に出てるといろんな噂話されるんですよありもしないこともめちゃちゃ言われるんですよそれがおひれ歯ひ,ひ,ひ,ひれがついてえー。 あたかも真実かのように伝わるってこと結構あるんであんまり、ねそのね、評判がどうこうっていうのは、ね、僕はあんま意識してなくて会って、話してどうか自分がどう感じるか自分が見たものをちゃんと信じるようにしてます、はい、そういう意味では僕、ベ田さんと会ったことなんかあるらしいんですけどちゃんと話したことないんですよ会ったことあるっていうのはちょっと僕は正直あんま覚えてないんですけどな何か,かで1回挨拶したことあるぐらいのなんかあ面識あるらしいんでただあんま分かんないって感じですね。 実はエンリケと豚さんが裏でつながってるってことはありますか、王子があったときのエンリケの良さはどうでした、これは120%ないです、これは僕、保証してもいいんですけど、えー、と120%、えー、ないですね、はい、これは本当に、えー、ないと思ってます。うん で、これなんでかっていうと、えっ、ー、とーまあ、あのー、エンリケさん側は、えー、きちんとまあ対応したい。みたいな意思はあったんですよ。これ、最初はまあ本当にまかばうわけじゃないけど、あって、えー、ただ全貌がわからんということはずっと言ってた。で、えー、豚さんの方はえー、っとまあ、僕の共通の知人に関してはお話したことしたりは直接話してなですけど、えー、話したりしたことはあるんですけど、えー、やっぱり弁護士を入れると話したくないって言ってました。弁護士を入れると話せないっていうのはちょっと僕はなんかおかしいなって。 思ってるんですよねちょっとそこは経営者として違和感があります、だって正当なことをやっているのだ弁護士を入れて話せばいいじゃん、で人仮にで、えーと、当事者2人と弁護士を入れて3人で話せばよくないですかで、話せない理由が何かあるんじゃないのかなっってちょっと思ってますよ立、ね、花、はい、隆さんがこういうことを言ってました、立花さんの動画で、立花さんは3年前かなんかに、夫婦、エンリケ夫婦とご飯を食べたことがあるらしいんですよ、でその時の発言で、旦那さんが、まあ、俺がやれ,やれって言えば、エンリケはやるんでみたいな。 はい、俺が出馬しれって言ったらエンリケ出馬するんでっていう感じで、えー、そういう、ねえーまあ、上下関係のある、まあ、夫婦なんだなっていう思ってたらしいですだから、あのー、エンリケさんの言ってる主張は、まあ、ある意味で真実なんじゃないかなっていうことを立、ね、花さんが、ねえー、言ってましたでこれ一応本人から LINE 見せていいって言われたんでこれも LINE も出しますけど橘さんからこういう LINE、はいまあ、ううが、ねえー、来てるわけですよ。はい エンリケさんの動画を見たと、旦那さんとは3年前に召しったことがあって、まあ、ATM の事業でもうけてると、外貨両替の ATM でもうけてるとで、その後事業はコロナの影響で傾いたんじゃないのってことですね、で当時からエンリケさんは旦那さんの言うとより動くロボットだったと思いますでエンリケさんは無能な経営者だと思います、もうこれはね、どうしようもないですね、はい、無能な経営者っていうことはです、ね、もう誰もがもう認定しないといけないぐらい、もう,もう明確なことで、これ以上被害者を生まないために、も経営はやらないでほしいなっていうのは、僕は変わりません。 えー、豚さんの正体を知ってる範囲でいいのを教えてください。いや、まあ。ええー、ごめんなさいその、別、別にごめんなさい。僕は豚さんをね、攻撃したいとか、豚さんに対して、何かこう。豚さんをまあ、言葉悪いけど、叩こうとは思ってないんですよ。 全く思ってなくて共通の知り合いもいるんですよ、実は僕、豚さんと会ったことは、ね、ないのかな、一回なんかで会うのかな、まあ、あんまりそんな深,い、ねえー、と深く話したことはない,のないのは間違いないんですけど共通の知り合いもいるんですよ、共通の知り合いも、まあ、いろんなこと言う人いますけど、あのい,い,いいこと言う人もいますよ、豚さんは本当に人柄も良くて、えー、話せば全然違う人だって思う分かってくれると思うよ、実咲君っていう、こさっきも言われました、いろんなこと言う人がいるんですよ。ででもも僕ははは真真実実かんないでも今真実としてあるのは まあこういうふうに被害者がたくさんいて大変なことになっているってことはもう事実としてあるんでえまあそこをねちゃんとえしないといけないんじゃないかなと思います。